皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説夢を見る島パート3やっていきましょう。前回テールのホラー穴をクリアしたので、今回は沼に向かって進んでいきたいと思います。なんだ、バサ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 音が聞こえてきましたが、やっぱりあなたですよね。フクロウ、ホッホーホッホー、それこそセイレーンの楽器。セイレーンの楽器、何それ。やはり坊やは本物じゃ。度重なる無礼を許されよう。その楽器は風の魚を起こす力を持っておる。楽器は全部で8つある。8つ、めちゃくちゃ多いじゃん。8つすべて集めるのじゃ。わしは坊やの行くべき道を示さんがため使われたもの。北にあるゴポンガの沼に行きなされ。ほっほう、わかりました。やっぱり楽器を集めていくんですね。全部で8つもあるのか。まあパート2で1つ手に入ってるところを考えると、パート16でコンプリートできるのかな。まあ順調にいけばですけどね。ダンジョンもだんだん長くなってくると思うので頑張っていきましょう。どうした。あ、兄ちゃん大変大変だよ。あのね、あのね、そうなんだよ、大変なんだよ。モリブリンが村にやって、あのね、モリブリンがたくさん入ってきたんだ。そいでね、そうなんだよ、すぐそこ、待って、もうちょっと落ち着いて話しません？すぐそこの家に集まってき、だからね、あのね、ワンワンのいる家でね、なんか、いや、そうそう、そうなんだ、どうなんだよ、わかんないよ。モリブリンのやつ、なんとあのね、だからね、あのね、全然わかんないんだけど、自分で確かめた方が早そうである、確かに。自分の足で見に行きましょう。ワンワンの家はこれですよね。こんにちは、マダムニャンニャン。大変ざんす、大変ざんす。うちのワンワンがもうモリブリンにさらわれたざます。おお、誰かワンワンを助けて。確かにここにいたワンワンがいなくなっていますね。中に何かヒントがあるんでしょうか。こんにちは、中に勝手にお邪魔しますが、いるじゃん。え、こいつじゃないの。こいつではないのか。キャン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 、こいつはワンワンじゃないんだな。ちょっとその違いはよくわかりませんけど、なんかこっち側にもいましたよね。一応入っていきましょう。何かヒントがあるかもしれませんよ。こんにちは、私おしゃれが大…え、待って、喋れんの。さっきのキャンキャン全然喋れなかったんですけど、私おしゃれが大好き、ピチピチボディのキャンキャンよ。ああ、なんか可愛いアクセサリーが欲しいな。持ってないですね。アクセサリーが手に入ったらこいつに届けに来ましょう。ピチピチボディも全然私の目には一緒に見えたんですが、モリブリンは上にいるのか。とりあえず沼に向かっちゃっていいんでしょうか。沼に向かっていきたいと思います。沼はこっち側ですよね。待てよ、この辺でやられるのは恥ずかしいですよ。はい、ここはガードしながら攻撃していく。え、今のガードしてなかった。ちょっと判定に不服があるんですが、はい、ここでルピーをゲット。ハートが欲しいな。待て、序盤だからさ、結構ハートがきついんだよね。おっと、こういうとこ飛び越えられるのは結構でかいぞ。待て待て待て、なんでくっついてくるの。まあでもくっついてきても動きが遅くなるだけでダメージを食らうわけではないみたいですね。こっち側で合ってましたっけ。あんまりね、まだマップが頭に入ってないんですよ。危ないな。あ、待てよ、これ取れるじゃん。はい、こっちに来て、ハートのかけらをゲットしました。やったな。ハートのかけらを手に入れた。プラスでアイテム画面を開けば確認できるよ。あ、なるほど、左上ですね。4つ集まればハートの器になるのかな。これは上に行っちゃっていいんですか。この先タルタル高地、違うな。でも沼地ってここだよね。この左側に行ければいいんですけど、待て待て、なんかいる。豚みたいなのがいるんですけど、ここで合ってる。待て、全然違うかもしんない。風の魚は魚にあらず、風を呼ぶか鳥にもあらず。どういうこと？全然わかんなかったんだけど、とりあえずここに入っていきましょう。モリブリンさんいますか？あ、いる。こいつじゃない？ぬ、何やつ、怪しい小僧だ。皆の者、出会え出会え。あ、なるほど、倒せばいいんだな。はい、ガードして、待て待て、ガードして攻撃していく。弱い。なんで一人で私に立ち向かおうとしたんでしょうか。4人もいるのはずるいだろ。待て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 、急に。落ち着け落ち着け。はい、まず1体ずつ確実に倒していきましょう。待て待て、ある程度ゴリ押ししよう。こう来てこう来て、オッケー。でハートを取って進んでいく。いきなり4対1はずるいでしょう。なんだお前は。えい、ワンワンを狙ってきたか。さてはお主、ワンワンの主マダムニャンニャンの放った刺客であろう。返り討ちじゃ。別に資格ではないんだけどさ、一応ワンワンを返してもらえると嬉しいです。バーカー。待て、あー、なるほど、このうちに攻撃すればいいんですね。あー、普段は効かないのか。一旦壁に衝突してもらいましょう。はい、衝突して、衝突しないの。
なんで急ブレーキかけた？ここで灰衝突してもらう。で、じゃん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 切っていきましょう。結構体力ありますね。はい、ここはガードして、こっちおいで。ちょっと待って、急ブレーキだけはやめてくださいね。はい、こっちに突進してもらって、じゃん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 切っていく。 OK、 思ったより弱かった。これで終わり？この奥にワンワンがいるんでしょうか。妖精をとりあえずゲットしていきましょう。なんか瓶とかがあれば中に入れれるんでしょうか。ワンワンいた。待って、私に攻撃すんのなしよ。調べる。ワンワンを救出した。近くで見るとやっぱり怖い。これは、あー、連れてけるんだ。何このシステム。じゃあとりあえずこれを持ってマダムキャンキャンの場所に戻りましょう。ワンワンは攻撃してくれたりするんでしょうか。いいんだよね。特に取り逃したものはなさそうだ。戻っていきましょう。っていうか、ワンワンってマリオのキャラクターだからちょっとしたファン要素かと思っていたんですが、結構がっつりストーリーに絡んでくるんですね。そしてまたバサ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 聞こえてきましたが、ことあるごとに来るフクロウさん、ほほほほ、物騒なやつを連れておるの。次なるセイレーンの楽器はゴポンガの沼じゃぞ。忘れなさるなよ、ほほほほ。ってことは、このワンワンはマダムキャンキャンに返す前に一回ゴポンガの沼の攻略に使った方がいいんだな。ここが沼だと思うんですけど、上からも入れませんよね。この岩はどかせないので、じゃあ不思議の森を抜けて左側から入っていきましょう。ワンワンさん、はぐれないようについてきてくださいね。これは、あ、待てよ、ジャンプできる？ワンワンさんはジャンプできるんだ。まあ確かにマリオシリーズでもこいつはジャンプしているイメージありますよね。え、お前もしかして森ブリンを倒せるのか？ここ攻撃できますか？できるんだ。え、じゃあなんで森ブリンにさらわれたの？あなた森ブリンにさらわれたって言われてたと思うんですけど、自分で倒せるんじゃん。まあ、あのでかいやつにでもさらわれたんでしょう。しかもめっちゃ強い。え、何ここ、掘れバウバウ。え、この辺なんかあるの？調べても何もなさそうですけど。え、なんかいるな。多分スコップかなんか道具がいるみたいですね。今は掘れないわ。ごめんね、ワンワン。せっかく教えてくれたのに申し訳ない。そして前回のコメント欄でも来ていたんですが、この施設は何なんでしょうか。街にも同じようなものがあったんですが、はい、ウルリラ爺さん、チャジーコジーコプルルルガチャ、ハロー、ウルリラ爺さん。じゃ、島のことならわしにお任せ、迷ったら私に電話してください、どうぞよろしく。ゴポンガの沼に咲いとる花、これがワンワンの大好物という話じゃ。散歩するなら寄ってみちゃどうだい、ウルリラガチャ。なるほど、これはヒント装置ですね。なんかわかんなくなったらこの電話に聞きに行きましょう。よーし、でこっち側から沼は入れるはずだ。行きますよ。その魚気をつけろ。上に上がったところを切っていきたいんですが、ジャンと切れないんかい。待って、結構タイミングゲーだな。放っておくと後でややこしいんで倒しておきましょう。なるほど、この花だな。これをワンワンに食べてもらいながら進んでいきましょう。これも食べれる？めちゃくちゃでかい花なんですけど食べれるんだ。自分の体より大きい花も食べれるワンワンさんなんですが、待てよ、そこに宝箱がある、気になるな。こっち側に来て、待て、先にこいつを倒しておく。これ食べて。このでかい花をワンワンに食べてもらって進んでいきましょう。あー、なんか手に入った。守りの木の実を手に入れた。敵からのダメージを半減する。まあ今はあまり関係ないんですが、はい、50ルピーですね。50ルピーを手に入れた。割と嬉しい。いや、結構嬉しいよ。割とどころじゃないんですけど、ここかな？なんか入り口っぽいものがありますけど、ワンワンこれ食べて。で、中に入っていきましょう。待って、ワンワンのせいで通れないんですが、この先に楽器があるんでしょうか。ってことはダンジョンですよね。頑張っていきましょう。壺の洞窟。この壺は持てないと。で、切ることもできないので、そこの宝箱は一旦スルーですね。はい、で、真っ暗な空間に出ましたが、ここだな。ここに魔法の粉をかけて火を灯していく。で、電気ビリビリに当たらないように右側に進んでいきましょう。待って待って待って。いきなり骸骨が2匹出てきたんですが、なんとか倒していきますよ。ワンワンがいれば結構心強かったんですが、オッケー。で、あ、なんか落ちてきた。小さな鍵ですね。鍵が手に入ったのでどうしよっかな。この下を開けてもいいんだけど、なんかね、前回ダンジョンをやった感じだと、もう見つけた鍵穴の順番に開けていくのが多分正しいんだと思います。なので一番最初のこの左側開けていきましょう。嘘でしょ、今のどうやったって食らうじゃん。はい、でそこのコウモリ倒させて。はい、コウモリを倒して、ここはあれか、魔法の粉をかけて明るくしていく。あんまり意味はなかったのかな。
明るくすれば何か出てくるかなと思っていたんですが、ここもか。明るくしますけど何も起こんないんだ。そして待てよ、メットが思いっきり出待ちしてるんですけど、これって通れますか？ OK。 はい、でここ B で叩いていく。素晴らしい。でこの宝箱の中には何があるんでしょうか。なんだっけこれは。石像のくちばしを見つけた。フクロウの石像を探そう。あったな、そんなの。前回のダンジョンでもありましたね。フクロウさんは今のところ見当たらないんですが、落ち着け落ち着け。あのぐるぐる回ってる、なんだ、歯車みたいなやつに当たらないように気をつけましょう。で、骸骨は復活してないと。それはありがたいですね。はい、で、あっとフクロウいたぞ。このフクロウにくちばしをはめていく。道を塞ぐ飛び出たる床、光るクリスタルを叩け。これか。あー、なるほど。このクリスタルを叩けばこの床が通れるようになると。でこいつはここで積むんですね。はい、で、もう一回やりました。これも叩いていきましょう。誰かいるぞ。見たことない敵がいますが、攻撃方法は一緒か。なんだ、モリブリンと一緒ですね。はい、じゃあここの宝箱はまた小さな鍵か。で、さっき言った通りに戻りますか。さっきの下側にもあの鍵穴があったので、一旦戻ってこの下を開けていきましょう。クリスタルを叩かなければいけない。でクリスタルを叩いて通れるようになると。そろそろコンパスとかが欲しいところなんですが、待て待て、なんかいるな。兵法か。兵法みたいなやつがいますね。あー、そういうこと。待て待て待て、多分ね、私の操作と真反対のことをするんですよこいつは。ってことは、どこかにはまらせないといけない。この辺だな。で、ここで叩いて、あれ？攻撃は？攻撃できない感じ？あ、待て、後ろじゃない？この仮面の後ろ側からだったら攻撃できるとか、そういうパターンですね。ありがとう。で、宝箱落ちてきました。コンパスか小さな鍵しかありえないんですけど、はい、おっと、コンパスゲット、ありがとう。コンパスを手に入れた。ボスとの宝、ボスと宝の場所がわかるぞ。さらに、鍵が近くにあると音で知らせる新機能付き。カミカミでしたが、なんとかコンパスをゲットしました。なんで復活してるの？さっき復活してなかったじゃん。はい、じゃあここクリスタルを叩いて進んでいきましょう。さっきここにいたドクロみたいなやつは復活。うわ、速攻で止まられたか。ちょっと変なとこではめてしまいましたが、おっと、コンパスが反応している。ここはジャンプして魔法の粉取っていきましょう。スイッチを押せばそこに宝箱が出てくると。ありがとう。で、そっち側にまたジャンプして取っていきますよ。コンパスが反応してたってことは小さな鍵ですよね。鍵のかかった扉が開くぞ。で、これは叩く意味は特にないか。叩かなくても進めるんで、このまま進んでしまいましょう。で、またお前らか。2匹同時に倒していきたいですね。はい、ここは後ろから切っていく。なんで？あれ？今2匹同時に当たらなかった？なぜか1体しか判定が出ていなかったんですが、そしてなんでそっち側に鍵が出るの？これは押せたりしないよね。ってことは、一旦戻って、この上だな。こっち側の上から通る必要があるみたいだ。なんでそんなややこしいことをするんでしょうか。はい、ここで鍵2つ目ゲットしました。なんかね、あの体力ゲージの下に鍵の個数が出てるよっていうのを前回私気がつかなかったんですけど、コメントであの皆さん教えてくれてありがとうございました。はい、じゃあそこの鍵のゲージというか鍵の個数も見ながら攻略していきましょう。はい、でこれは盾で弾いて倒していく。はい、君も盾で弾いて倒していく。 OK。 なんか出ますか。何も出ないか。これも押せたりするわけではないのでいいのかな。ここの部屋はスルーしてしまいましょう。鍵が残り一つとなりました。危ないよ。ビリビリ。あー、ここにいると詰むな。はい、でここでコウモリを倒していって、フクロウさん、なんか教えてください。床に模様を、床の模様を一つにすれば新たな道が開かれる。あ、これか。これを押して、危ないよ。電気ビリビリさんを避けながらこれを押して一つにすると新たな道が開かれる。ちょっと間があるのは何なんでしょうか。地下への階段ができたので進んでいきましょう。 2D アクションだ。なんかたまにこの 2D になりますよね、この夢を見るしまって、でここもジャンプして飛び越えていく。いや、ジャンプ覚えたおかげでめちゃくちゃ幅広がったね。はい、で今度は何ですか。真っ暗すぎないか。でその電気ビリビリちゃんに気をつけながら、コウモリが危ないって。はい、でここ明るくしていきましょう。コウモリマジか。はい、でここも明るくして、バカバカ、危ないよ危ないよ。こっちに行ってジャンピング。そしてこれ明るくしても意味ないんだな。なんかさっきから魔法の粉を無駄遣いしている気がするんですが、なんだお前は。ボス
中ボスか、あ、中ボスっぽいな。名前とかが出てこないので何するんだ。待て待て、掴まれた。嘘でしょ。落ち着け落ち着け、こいつ結構動き早いぞ。ジャンプで避けて、嘘だ、バカバカ、やばいやばいやばい。待って、めっちゃ強いわ。落ち着け落ち着け、やばいすぎる。ここはい、切って切って切って、ゴリ押しだもん。オッケー。うーわ、今めっちゃ強かった。危な、ゴリ押ししなかったら完全に負けてましたね。はい、でここでなんとか妖精で回復しました。でワープポイントもできましたけど、まあまだいいでしょう。はい、でちょっと待って、先にフクロウさんにお話を聞きたい。最初の大、最初大耳の魔物、最後ドクロナイト。え、どういうこと？大耳の魔物？さっきのやつ？さっきの中ボスが大耳の、大耳の、いや別に大耳ではなかったな。ちょっとよくわかんないけど、一応キーワードは覚えておきましょう。で、はい、ここの宝箱もゴリ押しで開けていく。マップか？やっと地図を見つけた。マイナスでマップ画面を見よう。今はここにいるのか。で、今こう進んできたんですが、ボスがここだな。この辺を乗り越えていかなければいけないみたいだ。頑張っていきましょう。なんだこのブラックホールみたいなやつは。こいつに吸い込まれないように進んでいきますよ。で、今度はなんだ？一応これ取っておきましょう。で、この中に何があるんですか？はい、20ルピーか。え？このパターンは小さな鍵じゃないの？はい、で、じゃあ、ここ、コウモリを倒して、いいんだよね。ここの鍵開けていきましょう。右側は進めないもんね。はい、で、うわー、テレサが出てきた。マリオキャラ勢揃いじゃん。はい、で、ここ、魔法の粉で火をつけていく。これでテレサは怖くなって逃げていくと、オッケー。で、何か手に入るみたいですね。待てよ、行き止まりじゃない？行き止まりは困るんですけど。はい、ここの宝箱の中には、なんだこれは、パワーブレスレット。おっと、これじゃないか。これで壺や岩を担げるぞ。おっと、来た。これはめっちゃ強いでしょ。なんかセットしたりする必要はないのか。あ、そうだね、左側の装備についてるので勝手に持ってくれるみたいだ。オッケー、これでやっと壺のところを進めるようになりました。はい、で、ここはクリスタルを押すのか。待てよ、コンパスが反応しているってことは、これが小さな鍵なんでしょう。オッケー、ありがとうございます。で、下の方にも行けるみたいですけど、特に何もなさそうなんで無視しちゃっていいかな。はい、で、ここは待て、一旦クリスタルを押して進めていく。落ち着け落ち着け、このメットを一回どっかで落としたい。落とさなければ私が落とされる。はい、で、ここのコウモリも連続で倒していきましょう。落ち着け落ち着け、オッケーオッケー、なんとか倒しました。一応下にも行けるみたいですけど、行く必要あるかな。なさそうだったら無視しちゃうんですが、はい、ここの壺の中には何も入ってないか。あ、ハートか。ハートは入っていたみたいですが、今はあまり意味はないでしょう。はい、で、ここもジャンプして乗り越えていく。鍵が一つあるので、そこ入っちゃいますか。下にも行けるみたいですけど、一旦ここ入ってしまいましょう。で、なんだ、ウサギがいるぞ。こいつバカバカバカ。あ、耳が大きい獣ってこいつ？待て待て、こいつは壺を投げて倒せばいいのか。待て待て待て。全然当たんないんですけど、ここ投げて OK。剣じゃ倒せないみたいですね。これは壺を投げてウサギを倒していく。なぜウサギが壺じゃないと倒せないのかはよくわかりませんが、進んじゃっていいんだな。さっきの下もちょっと気になるけど、また 2D 画面になりました。進めていきましょう。はい、ここはリンクの体重で下に降りたところを進めていく。これはいいの？ここも下に降りて、あれ？なんか怖い顔してるけど、あれか、重さが足りないのか。じゃあこれを持っていけばいいってことかな。なんでその状態ではしごを登れるんだ？ちょっと理屈はわかりませんが、一応これで沈みますね。すごいなこれ。っていうか手に持ってなくない？頭の上乗せてないもん。手が短すぎて全然壺まで届いていないんですが、あれ？ボス部屋っぽくね？待てよ、マップで見るともうボス部屋ですよね。ちょっと早く来すぎたっぽいな。ボスの鍵を持っていないので一旦戻りましょう。で、上を通ってってことはさっきのところ下か？わかんないけど、そこぐらいしか行ってないルートがないので、さっきのところ下に行ってみましょう。そうすれば、ボス部屋の鍵が手に入るかもしれません。はい、で、ここも叩いていく。ウサギはもう復活してないな。はい、で、下に降りていきましょう。なんだ、おっとおっと、なんか光ってるぞ。コンパスが反応しているので、落ち着け落ち着け、まずはこいつを倒していく。で、コウモリちゃんも先に倒してしまいましょう。このウサギは、待て、これって貫通する？あ、貫通しないか。ってことは、これが、あ、押せるんだな。押して、寄せれば倒せると。
このウサギを倒せば、なんか出ると思いますけど、あれ？なんか今ブブーってならなかった？何がブブーなんだ？あ、待って、わかったかも。さっきの、待って、ドクロが先で、おー、クリボーがいる。なんだまたこのマリオ空間は、パックンフラワーだ。え？パックンフラワーまで登場してしまいました。この土管は入れたりするんでしょうか？パックンフラワーが出てこないうちに下に降りてしまいましょう。あ、ここだ、ここだ。落ち着け。ここのね、なんか言ってたんだよ。最初、大耳の魔物、最後、ドクロナイト。多分ね、これがさっきの倒す順番なんだと思う。コウモリもいたけどね。コウモリは関係ないんですか？じゃあコウモリは倒さずに進めていきましょう。はい、ここのパックンフラワーは無視して下に降りていく。最初大耳の獣、うわ、むずくねえかそれは。順番がむずいんですけど。はい、じゃあここ押して大耳の獣を先に倒しますよ。はい、でここ投げて、嘘でしょ。待て待て待て、大耳の獣が脱出しちゃうよ。 OK で、そしたらドクロナイトを倒していく。こうだな。はい、でここもう一回ガードして倒す。 OK、 これでいいですか。あれ、コウモリも、コウモリも倒せば、何がブブーなの。え、コウモリの順番書いてないって。なんか見逃したかな。ちょっと待てよ、じゃあ何パターンか試そうか。え、コウモリの順番聞いてないんですけど私。まずは大耳の魔物を倒すんですけど、 OK。そしたらコウモリを倒してからこいつ倒す？あ、最後、あ、そっか、最初大耳の獣で最後ドクロだから、そうだよね。じゃあコウモリは間か。ちょっと分かりづらいけど、そういう解釈もできますね。はい、でここで何が手に入るんでしょうか。はい、ボスの鍵を手に入れました。これでさっきのところに行けばボス戦ですね。結構長いダンジョンでしたが、頑張ってボスまで倒していきましょう。はい、ここウサギを倒して、待てよ、体力を回復したい。一旦穴、あ、行って、嘘でしょ。体力回、おーっと、力のかけら、これを持ってるうちにボス戦に行きたいんだけど、そのうちに、あー、待て待て、オッケー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 、体力を回復させてから、この力が切れる前にボス戦のところに行きましょう。間に合うか？間に合わない気がする。そしてボス戦に入ったら、結局なんか強制リセットとかされそうな気もしますが、はい、頭の上で壺を持って下に降りていきましょう。絶対間に合わないな。これは絶対間に合わないですね。はい、で上に登ったらもうボスですよね確か。はい、でここに来たら一応、この力の、あー嘘でしょ、待って、ここに来てはきついな。嘘、ここに来てちょっと体力減っちゃったんだけど。そしてやっぱり強制リセットだ。なんだこの壺は。こんにちは。動いてる。中からなんか出てきた。ピエロかな。うひょひょ、今度の相手はわしでごじゃるよ。ごじゃる、どういう語尾なんでしょうか。壺魔王、まさにそのままなネーミングセンスですが、頑張っていきましょう。おっと、火の玉を持っている。待て、それを投げてくるんじゃないだろうな。絶対投げてくるでしょ。待て、多分ね、まだ攻撃効かないわ。あの壺に攻撃する必要があると思うんだけど、なんか謎のオーラで守られてるので今は効かないと思います。これだな。ここで攻撃して、なんだ、動けないでごじゃる。でも大丈夫でごじゃる。そんな生クラな剣ではこの壺は壊せないでごじゃる。ここの壁の方がよっぽど硬いで硬いでごじゃる。思いっきりヒント言ってますね。はい、これを持って投げればいいんだな。 OK、 壁を使って攻撃していくんでしょう。うひょ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 、この壺がある限り不死身でごじゃるよ。壺ちょっと割れかけてますけど大丈夫でしょうか。あと1回か2回投げれば多分壺は割れると思いますが、待て待て、体力が怖い。残り3つしかないんで、やられないようには気をつけましょう。はい、でこうなったら剣で叩いて倒す。で持ち上げて壁に投げると、 OKOK、 あと1回かな。あと1回なんとか、体力減らさないようにやっていきましょう。歩いて歩いて、リンクさん歩きながらだったら避けれるはずだ。縦でね、この炎を防げるかちょっとわかんないんで、確実に避けていきましょう。はい、でここ叩いて倒したら持って投げる。 OK、 終わり？終わりではなさそうだな。なんてことをするでごじゃるか。わしゃもう許さんでごじゃるよ。そのごじゃるが非常に気になるんですけど、なになになに、影分身をしている。影分身からの高速移動をしているんですが、なんだな、なるほど、これを避けながら叩くんだ。嘘でしょ、むずくないか。落ち着け落ち着け、さっきのね、でかいファイアボールをまず避けないといけない。落ち着け落ち着け、ここを、ギリギリまで避けて切っていく。 OK、 2発叩ける。あ、1発ずつだな。一発避けたら一発叩いてみたいな感じで倒していきましょう。はい、で、落ち着け落ち着け、こいつからなるべく離れて火の玉を避けて切っていく。うわ、2回ぐらい当たるな。いけるぞいけるぞ。この調子でなんとか勝っていきたい。こいつが大ボスなはずなので、これがクリアできれば、ハートの器がもらえるはずだ。 OK、 これで終わり。
これのエフェクトは多分倒したってことだと思います。オッケー。いやでも結構強かったね。今ヒント教えてくれたからよかったけど。よーし、ハートの器ゲットしました。ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた。体力も全回復ありがとう。いやこれ序盤が一番きついよね、リンクって。はい、でこれは何だろう。ラッパ、貝みたいな、ラッパみたいなものを手に入れました。巻貝のホルンを見つけた。ホルンか。ホルンってあんまり馴染みないよね、楽器としては。はい、でおお、またなんか鳴ってる。あ、やっぱりそうだよね。風の魚の歌を、奏でていると思いますが、はい、またここに光がどんどん集まって、外に出れるかな。これで2つゲットしました。なんだ、草原、草原、草原が待っている。草原？草原は今んとこ見つけてないよね。平原はあったけど、平原と草原は多分違うぞ。そして待てよ。さっき、宝箱1個ありましたよね。これ一応壊していきましょう。はい、壺を壊して中には何が入っているんでしょうか。50ルピーありがとう。50ルピーを手に入れた。割と嬉しい。はい、で出ていきましょう。そしたら、このワンワンをじゃあ、返す必要があるのか。じゃあ次回はワンワンをマダムキャンキャンに返すところからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。